なんだこれ、なんだこれ、なんで俺どうなってんのこれ。え、ちょっと待って、いやいや動けねえ。え、ちょっと待って、ずる、ずるずるずる、ちょっとえ、ちょっと待って、牛の数が減ってる。え、まさかグーちゃん、お前食べただろお前っていうね、あのくだらない茶碗を置いといて、どうもこんにちは、ビストです。今回もドラクラやっていこうかなと思います。あの前回アイスドラゴン倒しに行くわみたいなこと僕言ったんですけど、あのドラゴンの卵落ちる確率が 5% とか言われてるんですけど、無理じゃね、無理じゃん 5% って、絶対落ちないじゃん今日。ゴルゴンがおばあちゃんに似てるやめろお前やめろ、確かにちょっと似てるかもしんないけど、なんで世の中のおばあちゃんってさ髪の毛くるくるなの、謎なんだけど俺それ。めっちゃどうでもいいわ。まあということでやっていきますか。で、前回はステムパリデスの羽をいっぱい手に入れて、あのここね山岳地帯なんで、近く歩いてたらあの砂利パラダイスあったんで、あの火打ち石めっちゃ集まりました。53個あるんで、これでねもうだいぶ矢作れるだろうと。こんだけあればもうやばめっちゃ作れた。2スタックぐらいあれば多分まあ足りるでしょう。お、来た、やっと見つけた。これは雪原バイオームなのか。これはあ、待って、ドラゴンの死体じゃないこれ。え、これもしかしたらアイスドラゴンの骨じゃない。え、なんかそんな気がするんだけど、なんか色も若干違うよねこれ。普通にかっけー。え、すごい、なんかサイバードラゴンみたいなサイバーエンドドラゴンみたいな骨してない、なんかファイアドラゴンとなんか若干違う気がするんだけど。で、取れるかなアイテム。おら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 、あ、ドラゴンの頭蓋骨、アイスステージ4。お、アイスって書いてある。あ、やっぱアイスってことはこれ氷のドラゴンがこの辺にいるってことか。ちょっと骨系はグーちゃんに持たせといて。え、てか普通にこれさ、なんか積雪バイオームというよりあれじゃ、なにこれ。え、こんな氷あったっけ。なにこれ、いてついた土。え、こんなあったっけ。え、マイクラこんなあったっけ。飛んでるとねアイスドラゴンも飛んじゃうから、やっぱ自分はねこう歩いていくことによってあのドラゴンを地面に降りさせるみたいな、地に降りさせる、やっぱ自分からねドラゴンに歩み寄っていかないとみたいな。え、ちょっと待ってまた死んでんだけどえ、ちょっと待って、なんでみんな死んでる。うわ、しかもでかい、このアイスドラゴンの骨めっちゃでかいんだけど、これレベル5じゃないこれ。あ、レベル4か。あ、これもレベル4なんだ。結構でかく見えたけど、あの肝心の生きてるドラゴンが全く見当たらないんですけど、それはあんなとこにも村あんの、すごいな。リッチガン虫、あーっと、あ、ち、何あれ、お、すげえ、真っ白のヒッポグリフだ、初めて見た、かっけえ。あ、雪だと白いヒッポグリフいるんだ。かっけえ、あいつちょっと仲間にしたいな後で。いやでもちょっとヒッポグリフどころじゃないんだわ俺は。うおー、また死んでるえ、ちょっと待って、絶滅した、もしかして。え、全部死んでる。え、マジでいないな。うわー、まただ。え、ちょっと待って、え、死んでる4体目、4体目のアイスドラゴンの死体、一体どうなってるんだってばよ。あ、あれ巣か、もしかして。あ、あ、これ巣じゃないこれ。あ、これ巣でしょ絶対。ようやく、いやでもあいつ死んだやつだったらどうしよう。ファイアドラゴンの時もこんな感じのあったよね。え、いきなり降ってきたりしないよね上から。え、怖い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 。一応初めてアイスドラゴンの巣らしきものは見つけたけど、こんなむやみに近づいていいのか。あ、いたいたいた、いるいる、うん、ばっこり寝てる。え、ばっこり寝てますやんこいつ。え、こいつばっこり寝てますやんこいつ。やば、かわいい、かわいい。え、めっちゃスヤー状態なんだけどあいつ。え、無防備すぎでは。普通にやれそうじゃないこれ。死んじゃうかな、生きて生きて、あと一発。よー、アイスドラゴン目覚めろお前、目覚めろアイスドラゴン。倒すけどな、待って、オッケーオッケーオッケー、よしバッコリ寝てたなこいつマジで。ちょっと待って、アイスドラゴンの血、あー、ガラス瓶持ってきてね。やべ、奇跡的にこの中に入ってないか。なんだこれ、あ、銀のブーツ、あ、あ、銀塊も手に入る。あ、そういえばなんか銀、すっかり銀の存在忘れてたな、何か。よし、瓶作ったからこれで、これで血集められるかな。すごい場所が悪いこれ、取れるかな。はい、おー、来た、オッケー。あ、これ2個とかも取れるんだ、へえ。あとは普通にこうやって回収すると、オッケー。痛い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 、ちょっと待って、痛いから。鱗22と、心臓と、あともう骨ありすぎ。
まあ、ということで今回はね、レベル5、まあ、めっちゃ強いドラゴンを倒しに行きたいなって思ってるんですけど、まあ、どうやって巣を見つけようかなと思ったんですけど、コメント見た感じ、なんかどうやら、まあ、地下とか掘っとけばそのうち見つかりますよとか言われたんで、運ゲーします。じゃあもうめちゃくちゃもう地下掘ろうかなって思います。なんか地下に巣作るってさ言ってるけどさ、どういうこと？レベル5のドラゴンってさどうやって巣作ってんの？レベル3とかさ、なんかレベル4とかなんか外にさいるっぽいけどさ、レベル5になったら急に地下行くんでしょ？なんか謎くね。どうしよう、本当に2時間とかかかったら。おっ、これじゃね。地下に村があるとかそういうパターン、もしかして。どうなんだろう。これでは、お、いる。すげえ。でかっ。めっちゃでかいのいる。やば、超でかい。コウモリ湧きすぎだろ。なんか小林が湧いてるみたいな感じで。これさ、俺攻撃され大丈夫これ？俺これ大丈夫本当に？これ撃って急にさ飛んできてさ攻撃されるとかいうパターン大丈夫これ？大丈夫？本当に大丈夫これ？俺信用するよ俺。本当に大丈夫なのこれ？これ本当に大丈夫？いやでも大丈夫。体力めっちゃ多い。なんか体力なんか2倍ぐらい。体力バカ多くね。なんか2倍ぐらいない体力。あ、でもまあすやすやしてるからまあ。あれ、これ本当に動画的に大丈夫ですか？すごいすやすやしてないこいつ。すやすや侍なんで、コメント見る限りさ、いやもう地面からもう這いつくばって、もう関係なくぶっ壊してくるんでとか言われてたからさ、もうやだよみたいな、もう俺動画撮りたくねえよみたいな。あ、ちなみに更新頻度が遅い理由はドラゴンに襲われるのが怖くて動画撮れないっていう理由。これでドラゴンを仕留めろ、とどめろ。あー、まだあともう一発あった。あともう一発あった。はい。死んだ？倒した？倒した？これ、あ、倒した？めっちゃ間抜け。なんかいる。なんか、待って、なんか変なのもいる。ちょっと待って、なんかいる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 。白いおっさんおったれ、だって。トロール、トロールってなんだよ、お前。お前、後で出てこいよ、お前。うわあ、いた、なに、ちょっと待って、怖い怖い怖い。帰ってきた、行って。はい、オッケー、燃えるってことは余裕なんじゃない？あ、なに、ああ、爆発した、爆発した、待って、いや。はい、はい、オッケー、トロール倒した、トロール倒したのはいいけど、ちょっと待って待って、死ぬ、ちょっと待って死ぬ、一回明かり灯せ、明かりをつけましょう、ボン。よし、こんなもんだろう。てか、でかくね、こいつ。待って、レベル5のドラゴン、超でかいんだけど、これ、サイズがおかしい、これ。なんかだって、もう丸飲みじゃん、俺。一口でいかれるんだが、これ。こんなでかかったんだな、レベル5のドラゴンは。卵落ちるかな？はい！卵落ちろ！めっちゃ入っても、どうこれ、すごいいっぱい落ちてきたけど、どう？卵ある？卵ある？卵。卵ある？卵だよ、卵。アイスドラゴンの巣だ。あ、待って、なんか、あ、いるいるいる！お、すげえ！初めてなんか飛んでるアイスドラゴン見たわ。なんか今雪みたいなの降ってて。なんか、やばい、待って、あ、間違って降りちゃった、あ、加速し、待って、なんかやばい、なんかやな気がする。うおー、アイスドラゴン加速しようと思ったら間違って降りちゃったんですよ。なんか洞窟とかないのかな。なんか洞窟を行ったらそのまま着くみたいなパティーンが一番楽な気がするんだけど、これ繋がってるっていうわけではない。さて、ここにアイスドラゴンの巣は果たしてあるのでしょうか。行き止まりです。はい、来ました。これなんだこれは、なんだこれ、ど、あ、どう、んー、ちょ、待って、あ、これじゃね、これ、いてつくアーダー工場じゃないのこれ。いや、これはスーフラグだぞ。そして、さりげなく、装備変えました。なんか違う、ちょっと。ちょっと違う、なんか今見たけど、初めて。ほら、来た。あった。なんかみんなさ、コメント欄でさ、ちょっとさ、俺のこと脅しすぎじゃない？レベル5のドラゴン、バカ強えよ、みたいなこと言われたけどさ、なんかなんなら一番弱いんじゃないかっていう説出てきたよ。なんで俺弱体化してんの？ようやく切れたぜ。1分ってなかなか長いよ。また弱体化になったんだけど、何こいつ。あー、なんか止まった。飛んで、あのなんかブレスみたいなしてこないってことはさ、近づいてこられても割と倒せるのではという浅はかな考え。ドラゴンに対してプラス8ダメージ食らわせられるから、短期決戦を望む。起きたー、とうとう起きたな、ドラゴン。うわ、ちょっと待って、ちょっとやっぱ強いです、すいません、なんでもない、うわ、こう、なんだこれ、
なんだこれ、なんで俺どうなってんのこれ、ちょっと待って、やー、動けねえ、ちょっと待って、ずる、ちょっとずる、もしかして、待って、嘘でしょ、ちょっとずるくないこれ、いる、あれ、おなんか止まってる、なんか飛ぼうとしてる、あいつもしかして、ちょっと待って、届くかこれ、届くのかこの矢は、オッケー、うわー待って、あいつ外飛ぼうとしてるぞ、あ、ブロック壊してる、やべえ、めっちゃブロック壊してる、動くたびにブロックが壊れるんだけど、あーでもなんか、あー飛ぶ、飛ばないで、待って、行かないで、とは言いたいよ、いいかー、行かないでください、あ、まだ行かない、あ、よかった、え、だからあいつの体力がさ、全然減らないんだが、なんだこれ、バグか、おい、あと30本しか矢ないんだぞ、こっち。お、待って。今、経験値出たよね。よし、え、待って。経験値出たよね、今。壊れまくったブロックが残ってる。やった。これで上までいけるぞ。さあ、念願のドラゴンタイム。これで、卵落ちるかな。はい。いけ。鱗はいいんだ。鱗じゃないんだ、俺が欲しいのは。あー、心臓、待って。骨とか出し、おら。いや、超もう、やだ。やだもう卵絶対出ないよ、もうこれ探すのにも時間かかるし倒すのにも時間かかるしみたいな感じでさ、地獄ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。義品装備がダサい。まあ今回はアイスドラゴンとあのステージ5のドラゴンが初めてだったということで、まあステージ5のドラゴンね、あの矢があれば、まあ、割とねすぐ倒せるってことに気づいたんで、まあちょっと次回はもうあのファイアドラゴンとかアイスドラゴン関係なく、とりあえずレベル5のドラゴン倒したり、今日とはなんかまた違ったねやつ見せれればいいかなと思います。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画楽しんでくれたら高評価チャンネル登録してくれると嬉しいです。ということで、また次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイ。卵絶対無理だよ。